そうですね、まあこれはまあ190年前ぐらいですかね。いや、まあ、そっちはね、あのカクテルの方ですよ。こいつそんな前ではないです、ということでまして、先週8日に発売しましたキリン、レディートゥーミックス RTM と、そして TMR ということでございますので、まあいろんなへへじゃないよ、まあね、ミックスするわけですよね、皆さんと素敵な夜をミックスしようじゃないかってわけでございますということでまして、こちらですね、スイートベジルで今夜だけお届けするスペシャルなナイトでございます。今夜ですね、お招きするゲストもですね、そのカクテルにちなみまして、お酒にまつわるいろんな話題をお持ちの方だったりとか、楽しい方をお招きしまして、楽しい夜を過ごしていければというふうに思ってます。これもですね、一つのミックスではないかなというところでございます。ちなみにですね、まあ一応バーテンダーがいたりとかはしますけれども、さて、そんな中、TM レボリューションとカクテルを楽しむ素敵な一夜でございますけれども、それでは最初まずはゲストの方お招きしたいと思います。作家、脚本家、映画監督、演出家、そして CM ディレクターや CM プランナー、中にはビデオクリップなんかもお撮りになったりとかされてます、この方です、大宮エリーさんです。こんにちは。ありがとうございます、呼んでいただきましてどうもどうも、はい、私でよかったのかな。いや、もちろんですよ。本当ですか。いや、もう出る前にね、スタッフの方が お水いかがですかって言ったら、うっしって言葉にない返事をされてましたけれどもそうです、私の中のちっちゃいおっさんが出ちゃったすいません、はい、ちなみに大宮さん、ほら音楽番組の司会なんかも最近最近、はい、全く音楽分かってないのにやらせていただいちゃって、すいません。いやいや、でもこう音楽好きだったり、また、うん、結構意外に、うん、まあ、直接こうやってお話しするの初めてになるんですけど、はい、本当これ初めましてなんです。初めまして、さっき楽屋でお会いして初めて、初めましてって、はい、で、なんですけど、実は意外とこうなんかつながりがある人が多かったりするっていうことになりますので、はい、ちょっとそこら辺も含めて、そうですね、いろいろ伺えればよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっとせっかくですかけて、はい、はい、すみません。さてですね、せっかくなんで今日はこのレディートミックスナイトということになりますので、うん、お酒ね、普段、ええ、結構飲まれてる。そうですね、お酒を飲むために仕事をしているっていう感じですね。さっきいっぱい肩書きをおっしゃってくださいましたけど、はい、どれも当たってないっていうか、あ、もう飲むためだけに生きてるみたいな。そうですね、はい、よく紹介されるときに、はい、斉藤和義さんが私奥田民生さんに紹介するときありまして、はい、民生さん、民生さん、エリと酔っ払いですってもっとあるよ、もっとあるよって思ったけど、いろんなことあるのに、はい、とりあえずもう大きな括りでってことですね。はい、お酒大好きです。なるほど、じゃあもうぴったりですね、はい、じゃあせっかくですんで、ええ、こちらからですね、もしよかったらこちらメニューがございますので、この中から、はい、もしよかったらお好みなのいただけると、これすぐ石川さんが考案されたってことですね。そうです、こちらの、まあ、カクテルベースを元にしてですね、うん、僕が一応こちら3種類の、カクテルを一応、まあ、こちらご紹介させていただきます。いいですね、はい、ワイルドラッシュミックスは、うん、シトラスツイスト、うんうん、こちらですね、ベースになってます、うん、クランベリーレッドを使ったのは、うん、いいんです、いいんです、小泉さん気にしないでくださいどうでもいいです。そんな、もういいですね。なんかそうです、こいつら相手にしたらもうね、時間いくらあっても足んないんで、もうどうでもいいですね。なんかラグジュアリーなのに居酒屋感覚って感じですね。いいです、いいです、そうです、そうです、うん、場所はこんなに六本木のど真ん中ですよ、気にしないです。あ、そうですか。そうです、そうです、居酒屋感覚で行きましょう。安い、皆さんね、いい方ですね。青物横丁みたいな感じで行きましょうどんな感じわかんないけど、はいはいはい、ということで、これはクランベリーレッドを使ったホットリミットミックスだったりとか、なんで笑うんだ、いろいろ考えてやってんだよ聞いてあげて、聞いてあげて。そうだよ、すごいいい、いい子も今日の一番のポイントですよ、ここね。本当だよ、はい、キリンさんや電通のいろんな顔色を伺いながら色作ってんだよ。そうですよ、まあね、そうそうこちらピーチパッションを元に作りましたのは、はい、ホワイトブレスミックスと。うんうん、なるほど。なんでそこだけ王なんだよくわかりませんけど、すいません。じゃあ私ワイルドラッシュミックスをいただきたいですね。 おすすめです、これ。みんな、おーってすごいね。なんでもおーなんじゃない、これ。いいんです、僕いいの。じゃあせっかくですから、うん、1曲目始まる前ですので、うん、情熱的なクランベリーレッドのホットリミットミックスいただいて、はい、すごい、ちょっといいね。みんな酔ってんのかな。まあ、だいぶそうですね、入ってからだいぶ回って結構開けてるな、うん、お前ら美味しいもんね。いや、まあ飲んでるもんね。美味しい、美味しい。あ、本当に美味しい。よかった、大成功じゃないですか。いや、もう本当よかった。ちなみにこれ、ね、まあ、予備情報ですけれども、はい、8日に、まあ、このレディートミックス出たばかりなんですけども、すで、うん、に目標の
3分の1を消化してると。え、ここで？え、ここでじゃないですよ。どんだけ、まず桁が小さすぎるのと、ね、いやいや、どんだけ飲むんだって話ですよ。いや、おかしいでしょ。ここがそんなの煽ってないですよ。いやだってさっき私ワイルドラッシュミックスお姉さんおーとかさ、まあね、テンションがおかしいんじゃないですか。いや、確かに、うん、いや、もうすでにこう全国の方で、うん、全国の方で出てますよ。ここでこんな消費されたらたまったもんじゃないですよ。キリンだって。いや、いいんだぜみんな飲んだっていいんだぜ。まあいいんですよ、いっぱいありますから、ぜひ飲んでください。そうなんですよ。あ、まあね、ワイヤレスも調子悪くなりますよ、それは。ちょっと動揺してしまいました。あ、そう、もうそんなに人気出てるんだ。ちなみに、結構じゃあ飲み始めると長くなるタイプです？私ですか？あ、もう全然あの相手に合わせて。あ、はい、そうなんですね。1時間咲く飲みにしようっていうこともありますし、はい、はい、もう行こうみたいな感じもありますよ。店変えたりするタイプです？そうでもないですか？そうでもないですね。私、矢田駅さんと一回飲ませていただいたことあるんですけど、はい、どうなるんですか？はい、でもちょっとスケジュールが合わなくて、はい、今日どうって言われたんで、お、今日もう大丈夫、イエスしか答えないじゃないですか。まあそうですね、断る感じもないですもんね、はい、でも私9時からちょっと収録があるんで、はいはい、2時間ガチでいいですかって、 OK みたいな、 OK、 2時間わーっと飲んでじゃーっていう感じで、はい、はあ、そういうのもありなんですね。そうですね、もう収録でずっと水飲んでましたけど、私これまずいぞ、冷ますために。そうです、じゃあせっかくですんで、はい、じゃあ会場の皆さんとも、もしよかったらこれを中継でご覧になってらっしゃる皆さんも、もしよかったら一緒に、あ、じゃあ、そうですね、わあ、いい、あ、すごい、結構入ってんだな、みんなおしゃれな方ばっかりですね。そうですね、手挙げてるし、あ、見ないでください。すごい、見ないでください、あんまり強く見ないでください、ね、男女比がね、そうです ね、 いいですね、結構イーブンぐらいいますか ね、 ね、男子ですね、わー、はい、素敵、じゃあせっかくですんで、はい、素敵な夜をということで、はい、参りますよ。乾杯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 。すげー、なんかいいですね。ドイツみたいになってますね。わかんないですね。ね、なんかね、いいですね、ね、うん、ウインナー持ってこいみたいな感じですね。そっち。あ、でもウインナーもあるもんね。ウインナーってカナッペか。うまいな。さあ、ということでございまして、大宮さんをお迎えしてお話しさせていただくわけでございますけれども、あ、美味しい。あ、本当ですか、よかった。これいいですね、夏向きですね、ここからね。あ、そうそうそう、ちょっとモヒートみたいな雰囲気もちょっとありますし、うん、ということで、いや、美味しいわこれ、はい。大宮さんはですね、ウェブの番組だったりとか、あとスナックエリーだったりとか、はい、うん、はい、ということで、ママっていうスタンスなんですか、あれ。そうですね、あのママっていうスタンスで、はい、着物を着てやってるんですけど、はい、まあ、もともと別に番組やる予定はなくて、うん、私なんかあの道を歩いてると、あの人に話しかけられるんですよ。特にマラソンやってる人とかいるじゃないですか、こうやって。そうするとこう戻ってくるんですよ、こうやって。で、大宮エリさんですよねって言って、おいとか言ったら、今度飲み行きましょうよとか言われて。え、そんな感じ。はい、嘘。だから、えーってなるんですよ。いや、普通ないですよ、あんまりランニング中の人に声かけられることもなければ。はい、もうそこで飲みに行こうみたいなのってあんまないですもんね。そうだ、挙動っちゃってびっくりするじゃないですか、急に言われて、はい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 、どんだけ敷居が低いんだと思って。そうで、あんまりオーラなさすぎるっていうのもね。なんか親しみやすいのはすごい嬉しいんですけど、はいはい、飲み行こうよって言われて、うん、ああ、じゃあいずれなんて言ったら、いつみたいな、あの電話番号教えてって言われて。そんなにせかされるの。はい、それで嬉しいけど、まあ、一応はっきり言おうと思って、いや嬉しいんですけど、私も忙しくて友達にも会えてない状況なんですと、うん、だから水知らずの人いるでしょ。そう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 、詳しく詳しく、あのこういう理由でね、なかなか諸事情で行けないんですけどって言って、電話番号もちょっとまだ今はまだね、初対面ですし。そりゃそうですよ、はい、普通言わないよ、そのランニング中のやつなんかに自分の山を教えないっすよ。私結構言われるんですよ、ファンレターも大体飲みに行きましょうってレターですからね。へぇ、はい、それなんで困ったなってことで、はい、あのインターネットで飲み会番号もしたらいいかなと思ったんですよ。そうそう、なるほどなるほど。それ見てって、それであの家でほらすごいくつろいで飲めるじゃないですか。確かに、ね、うん、で私は着物着て、うんうんうん、あのみんなのままだよってことで。ああ、なるほど、はい、なるほど。北は北海道から南はあの沖縄まで、もっと、うん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 、もっともっと、もう海外から見てくれてる人いるんですけど。ちなみにそれってどれぐらい今やられてるんですか。2年半、もうちょうど3年目ぐらいですかね。あ、もう3年もやられてるんですね、はい、そうなんですよ。それで、いやでも、うん、ちょっと僕まだ全然お誘いいただいてないんですけど、うん、いやいやいや、来ていただけるのは全然大丈夫ですよ。僕なんか個人事務所ですから。あ、本当ですか。僕に言えば何でも通りますよ。本当ですか。
僕ちなみにもう本当に、うるせえよおめえよあのすいませんね、でちょいちょい入ってきますけど、僕基本的にあの社長自らが全ての営業を行うっていう形だったりとかしているので。西川社長なんですか。はい、僕自分の会社です。すごい、さすがですね。ノリがいいですね。ショッカーがいっぱいいる。ショッカーが、そう、すいませんもうだから登記自体は1998年に行ってるんで、ちょうど15年目ぐらいですよ。あらあらあら、らちょっとお祝いスナックやりましょう。じゃあぜひやります。ぜひぜひぜひ。だって結構あの僕のさっきちょっと話しましたけども、はい、僕の知り合いだったり友達だったりとかが結構お世話になってるじゃないですか。そうなんです。なんかスナック入りやってたら、うん、ツイッターで見てくださって、あのグレーのテルさんとか、うん、じゃ行くよみたいな感じで、はい、おいおいおい、ファンの方がテルさん言ってますって教えてくれるんですよ。はいはいはい。でもここにグレーのテルおかしいでしょとかさ思うじゃないですか。巻物姿のね、はい、大宮さんも。しかも趣味でやってる番組ですからね。そうですよね、はい、でも久しさんもね2回も来てくださって、はい、久しちょうどね、今朝方あの近々飲みに行こうっていうのを久しくんと一緒に。あ、本当ですか、うん、もうなんだろう、そこが初めて、スナックが初めてです、飲んだの。あ、そうなんだ。そうなんです。外でじゃなくて全然全然そこきっかけで。そこきっかけでそこで飲んで、まあ閉店してまあとりあえず六本木行こうかっていう感じの流れですね。あと翔やんとかね。そうですね、もう翔先生はね、すごいですね。あ、翔先生、あの、なんだろう、私そんなに一応番組中ですし、うん、ホストですから、はいはい、酔わないようにしてるんですけど、うん、翔やんはすごいこうぶっこんでくるんですよ、ネタを。こうなんか私言われたくないこととか一応私もあるじゃないですか。どこら辺がなのか僕ちょっと分かりませんけども、まあ、でも人にはあるじゃないですか。まあそりゃそうですよね。 それのギリ言ってくんですよ。え、どういうこと。なんかこうあのまあここでは絶対言えないんですけど、はい、その私があの秘密にしてることのギリを言うわけ。みんなは分かんないですよ。それで私だけが分かってブフってなるっていう状況で。なるほど、そこしか楽しくないやつですね、それ。そうなんですよ、そうなんです。で私最終的にはあのもうちょっとあのいい感じになってしまって、ああもうグラーッとなって、はい、はい、あの画面から消えるっていうえ、ホスト、一応ホストというかホステスとして、はい、まあ、その番組を回す役なわけですよね。はい、負けたんです。戦いに負けて、この要はこのこういう感じで飲んでたんですけど、はいはい、もう椅子からあの、はい、あ、床の方に、はい、床の方に寝てしまってですね。そんな番組あるんですか。いや、私も知らなかったんですけど、それで翔やんが、はい、ここからはスナック翔やのお時間になってまいりました。ああ、乗っ取られたんですよ、私。いや。はい、ちょうどあさってまた翔也とも会うんで。あ、本当ですか。その話でちょっとじゃあ近々じゃあ本当に、はい、うん、ぜひぜひ、ね、あの僕じゃあ行きますよ。あ、本当ですか、うん、あ、だって、はい、じゃあスナックエリー行きますよ僕。はい、ガチ飲みですよ。いや、いいですよ、僕も。久々さんはなんで聞きたいと思ったかっていうと、あんなにね生放送してぐでんぐでんなる人初めて見たって本気飲みだねって。普通シャンとしてますもんね。はい、普通はね、もうすごい、もう私開けっぴろげですから。ああ、いいですよ、はい、いや、ぜひそういうのがいいですよ。確かに翔也好きそうなタイプですもんねそこら辺。まあそうですね、あの、うん、そのアーカイブ見たんですけど、うん、あの途中で翔也がどうせ明日になったらエリーかけてくるぜ電話で、すいませんでした昨日覚えてないんですけどかけてくるぜっていうのを見た。案の定でした。1時間前にかけてたんですよもうすでにすでに、ああ全部呼ばれてると思ってすごい、うん、いやでも本当いろんな、まあだからほらね、本当にさっき言ったみたいにこう作家でもあり、いろんなこう本当にまあ、はい、アウトプットっていうかいろんな間口っていうかいろんなものをお持ちなんですけど、ちなみにそういうそのつながりや人とのこうきっかけみたいな、出会っていく、はい、そういうような形になってたきっかけになったことってあるんですか。そうですね、まあ まあ、芸能人って言われる方、そう著名人っていう方って私あんまり存じ上げなかったんですけど、はいはい、まあ、芸人さんで言えば板尾創路さんが最初、うん、でミュージシャンとね、音楽っていうことで関するとムッシュかまやつさんなんですよ、私の最初の出会いっていうのは。そうなんです、そうなんです。あのババンバンの人、とぼけた顔してる人、もうとぼけてるんですけどほとんどね。いや僕いまだにあの拝見したことがないです、間近で。本当ですか。それぐらい私週3回ぐらいメールいただいてたりとかして、はい、どうよみたいな、おーいえーっていう感じの。え、普段どんな感じなんですか。正直とぼけてますね、はい。とぼけてらっしゃるんですよ、もう。じゃあもう根っからそうなんだ。そうです、だってブルーノート行こうぜって言われて、ブルーノートでエリーに聴かせた音楽あるんだよって言われて、はいはい、ああいいね、行くっつって行きました。そしたらブルーノート行く前にやっぱちょっと泡でしょって言われて、泡飲んでこうよって、はい、オーケーです、泡オーケーっつって、泡もう1本開けた、2本開けた、はいはい、あ、泡ですよ、ボトルです、あのシャンパンです。シャンパン、なるほどね、はい、シャンパンがボンボン開いてって、うん、私はライブに行きたいんですよ。そうですよね、はい、だって目的はだってそこでしたもんね。そうですよ、ニューヨークから来てるっていうね人を見たいと思ってたのに、
全然行かないから、でむしもう始まってんだけど、いやもうちょっと盛り上がってからだよ、そうですよね、むしもう1時間経ちましたけど、もうちょっと盛り上がってからだ、むし終わったけどって終わったけど、半ば半切り終わったけどって言ったら、オッケー、じゃあアンコールだけ聞きに行こうぜって言って裏動線行って、アンコール、センキュー東京とか言ってるんですよ。終わってんじゃん本当にと思ったら、ムッシュが横でシャンパン一本入れてって言ってるんですよ。もう終わってるよと思ったんだけど、それでアンコール2曲だけ聞いてシャンパン飲んで帰り際にムッシュがアンコールだけ聞くってオツだねって、なんじゃそれすげえな。まあ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 、もうもう、いやでもなんかそれだけ聞くとすごいなんか豪快でいいですよね、なんかね、すごい素敵な方で、今もうなかなかないですよそんな感じで飲むっていうか。